はい、プレイしていきたいと思います。テラリア、まず早速プレイしてみようかな。というわけで、シングルプレイヤーでセレクトプレイヤーで、お、色とか変えれるんだね。髪の色とかで、アイズとか、アイズカラーか、スキン、服、なるほど。でランダムがあるからランダムやってみよう。お、なんかいいじゃん、侍っぽくね。よし、じゃあこれでいきましょうか。で、クリエイト、セシカ、イエーイ、セシカで、今のこれかな、プレイ、つかに、あ、違うね、やっぱこれでいいんだね。で、あれ、セレクトワールド、はい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 、ニュー。で、ワールドのサイズだって、ミディアム、ラージ、まあ、ミディアムにしようか。で、Your journey begins the standard Terraria experience. Difficulty ダメだわ、ダメだわ。そんな、ノーマルでいきましょう。何これ、ワールドネーム。じゃあ、テーゲー。OK。というわけで、プレイしていきます、テラリア。実はこのゲーム、前々から少し気になっているゲームでありました。で、やらなかった理由はね、ちょっと、中毒性が高そうだなって思ってて、プレイしていませんでした。あと 2D だからね、どんな感じなのかなって気になってたんですよ。で、そしたら、なんと、ちょっと、想定外の、あれ？何？これどうすればいいの？あ、今、ワールド作ってたのかな？フェイバリット。ムーブトゥクラウド。おー。クラウド？ネット上に上げるのかな？わかんないね。定型。OK。で、前々から気になってたんですけど、ちょっと、中毒性高そうだし、やる時間ないかななんて思って、プレイしてませんでした。そしたら、なんとね、まさかのギフトとしていただきました。本当にありがとうございます。ね、ちょっと実は買うの躊躇してたんですよ、このゲーム。なんで、こんな機会がなければプレイするのは相当先になってたと思います。で、最近、う、何これ？お前、おい、おい、お前仲間じゃないのか？おい、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 おい。下手やな、もっと狙えよ。ほら、いいじゃない。鳥飛んでるよ。あ、バタフライどういうゲームなんだろうね。実はどういうゲームかもよく分かってないんです。あの Steam の購入ページまで見たことあるんですけど、誰かがプレイしてる動画っていうのはあまり見たことないんでね。これなんだ、これ気になるね。インベントリーにね、このピッケルっぽいのがあるんで、多分掘れると思うんですよ。滑っとこう。こういうこと？あ、これ結構遠くまで掘れるのかな。そんなことない。これレアアイテムとかじゃない？さっきのお兄さんどっか行っちゃったし。ついてきてくれるんじゃないのかな。当たんね、当たんね。当たれよ。しかし下に攻撃できねえし。ほら。ほら。行って。待って待って待って、結構食らってるくね、俺今。おっ、いたいたいた。やばいやばい。やばい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 。おっ、いて。大丈夫、HP60。ちょっと待って、ちょっと待って、リアル殺されるこれ。リアル殺される、俺、あれ拾いたいのにさ、2匹目来たし、マジやばい。ちょっと、お兄さん助けて。これ誰？ペンギン。ペンギン倒したらかわいそうかな。ちょっと待って、敵出てくるの早すぎだろ。いて、あ、もうリアルこれやばい、リアルやばい、リアルやばい。逃げろ、さっきのお兄さんとこも逃げろ。あ、ペンギン殺された。気のせいだ、気のせいだ、気のせいだ。あ、さっきのお兄さんいなくね、殺されたかな。あれ、兄さん、あ、いたいた、マッシュー
お、マッシュルームいっぱいゲット。実際何をするゲームかがよく分かってないんだよね。この水とかやばそうだね。こっち行けないじゃん。そしたらこっち行ってみようか。でもさっきの雪んとこ行きたくないな。このお兄さんは、あ、右クリックしたらなんか話せました。一回クローズしてもう一回話してみようか。ほう、ゲー、グリーティングセシカ、 Is there something I can help you with? Yes, help me. You can use your pickle to dig through dirt. 土をピッケルで掘れるよって。 And your axe to chop down tree. あ、そういうことね。木、あ、これ切れるんだね。ツリー、just place your cursor over the tile and click。 なるほど。あ、動ける、これお話し中も。あ、ごめんごめん。あ、待って、なんか落ちてるくね、これ。あ、拾えないのか。お、いて、よーし、チョップダウンツリー。全然切れねえじゃん。あ、切れてるのかな、これ。ひび入ってるよね。おお、おお、来たーん。で、お話しよう、もうちょっと。チョッピンダウンツリー and グリーティングウッド。Yes, yes, yes。で、press escape to access your crafting menu. When you、ちょっと待って、このアイススライムが攻めてきてる。あ、これいいじゃん。ちょっと待って、お兄さん何突っ立ってんのよ。守ってよ。行って。お兄さん。俺が話してるからいけないのか。悪かった。俺が原因だったわ。頑張れ。お、よし、倒した。イエーイ。レベルとかあんのかな。ウサギさん、肉くれ。うわ、あ、ごめん、ウサギさん。本当に申し訳ないと思ってる、今のは。ちょっと待って、お兄さん。で、ヘルプ。うん。You can build shelter by placing wood or other block in the world. Don't forget to create and place walls.Once you... ちょっと待って、お兄さん、俺さっきのクラフティング系気になるんだけど、ちょっと待って。おーい、イントラクト with background use hammer. You should do some mining to find metal ore. You can craft メタルオレを探せっつってるね。Understand, 違う。Underground a crystal hearts with can be used to increase your max life. おー、いいじゃん。待って、お兄さん、もう一回今の聞かせて。え？キキとこ、とりあえず。Move in your town, they will of course need. なんだ、タウンとか書いてあったぞ。お、やったー、 HP 来たー。増えたわけじゃないのかな、回復しただけかな。よしよしよし、こいつら見か。うわ、お前ーなんてことをしてくれたんだ、ウサギさんたちに。かわいいウサギさんたちに。敵マジやばい。敵多くね。お兄さん、こっち行こうぜ。これ何？あ、これ切り株だね。切り株壊してるね。ウッド。プレッシングダウンとか言ってたけど、どこに俺プレッシングダウンしようか。エスケープがなんとかとか言ってたよね、さっきね。エスケープでなんとかって。全然なんとかを見てなかったけど。
とりあえずエスケープ押して。おお、なるほど、インベントリーね。お、なにこれ、トーチ、キャンビープレスド。マテリアル。ウッドプラットフォーム、キャンビープレスド、マテリアル。ちょっと待って、ちょっと待って。これプレスドしてないよね。じゃあ、そういえば、ウッドウォールだっけ、なんか、さっき言ってたの。ウッドウォールがなんとかとか言ってたんだっけ。ウッドウォール作らないといけないんじゃないの。クラフトどうすんの。左下にクラフティングって入れてるから、左下の方がクラフティングだと思うんだ。ウッド。ウッド。ウッドプラットフォーム、ワークベンチ、ワークベンチだ絶対。ワークベンチだよ、ワークベンチ。ほら。で、で、クラフティングウィンドウ、お、来たー。ウッドウォール、あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、お前何が起きたんだ。ウッドウォール今俺作ったのか、作ったのかい。シェルター作れとか言ってたんだよね。ウッドウォールは作ってなさそうだね。ワークベンチ、ワークベンチ、うん、あ、近づいたら増えたってことは、これで作れるの出てくるんだかってね。うーん、そういうわけでもないね。ウッドウォール、キャンビープレイするマテリアル。なんで？え？これ52って書いてるけど何？おうおうおう、うわ、投げちゃった。ってこと？ちょっと謎だぞ。4番とかに置いて、これ何なの？アイスブロック、キャンビープレイスマテリアル、4番。あ、え？おおお、もうこれさ、どうすればいいのこれ。ウッドウォール作ったのはいいけど、あ、はい、話します、話します。 Yes, in order for room to be considered a home, it need to have a door と椅子とテーブルとライトソース。 Make sure the house has walls as well。 なんかいろいろ必要って言ってるね。Two people will not live in the same house. Also, if they have... ちょっと待って、なんか目玉来てない？目玉。何この目玉。あ、今ちゃんとこの壁で跳ね返ってた気がする。ちょっと待って、松明とかないの？松明とかないの？ウォール、ウォール、ウォール、ウォール。どうやってウォール作るんだよ。あ、これで家、もしかして。そうだ。これ家とかいる？いる？これで家とか。ちょっと一回壊したい。え、マインクラフトみたいに置いたの回収できないのかな？ダメだ、俺。ダメだ、俺。で、エスケープ押して、クラフティングを押して、松明。お、作れた。これ耐えます。ちょっと待って。ちょっと待って。頑張れ。お前のいける。いけるって。倒す。やばい、後ろからも来てる。違う、耐えます。ナンバー。うわぁ。なんなんだよ、ここの家。家全然、仕事。
ちゃ、やばい。よし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 。大丈夫大丈夫。はい。ほら弓弓、あいたたた。やべえ HP がやばい、 HP がやばい。お、やべえ。ちょっと待て、うわうわ。はあ？敵強くね？お、つか、うわ、なに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 、いきなり？ちょっと待って、暗いし、まず暗いしね、こいつ硬いし、めっちゃさっきもこうやって倒せばよかったよ、俺。しかも壁、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 じゃあタブじゃない、エスケープ5番キノコってなんだよ、キノコって5番。どうやって松明設置できないの、なんか。あ、設置できた、地面に設置できた。ちょっと待って、ちょっと待って、押せ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 、あったっぱっぺっぽ、押せ押せ押せ、とりあえず数を減らせ、任せろ。お前なんで攻撃しねえんだよ。そうだよ、お前俺のより強いんだから。うわ、あ、死ぬ死ぬ死ぬ、バッキャロあれ、このゲームどうやってプレイすんの。4シルバーも落としちゃったじゃん。あ、回収できたよ。なんだ、ちょっと待って、ちょっと待って、わけわかんねえ。今日まず壁作ったのはいいけど、壁が機能してない。壁が機能、うえ。俺はどうすればいいんだろう。ちょっと嘘、バックアタックとかやめろ。俺の墓ができてんだよ、ここ。気のせい？これ俺の墓じゃね？セシカワーズスレインドって書いてあるぞ。俺の墓やないか、これ。俺の墓がいっぱいあるわ。ちょっと待って、ちょっと待って、このゲーム何？お前もっと俺を助けろ。そうだよ、うろうろしてないで矢を撃つんだよ。つか俺弓作れねえの。まず武器を作るところからやるべきだったのかな。俺の死体とかどうでもいいわ。デーモンアイに殺されましたって書いてある。1しかダメージ入らないし、嘘だろこのゲーム。こんなん消えてしまえ、クローズ消せよ。あ、これ違う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 、クローズ、これだよ、エディット全部消してしまえ、セーブ、クローズ。え、残せねえじゃん、なんだよこれ、なんだよこれ、なんだよ。消せないのかな。うっ、ひどい、セーブしてない。またゾンビ来たよ。ちょっとあのお兄さん仕事しねえし、ちょっと待って、俺はどうすればいいんだこれ。多分違うし、武器とか、武器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 、クラフティング、あるじゃん、ウッドボウ。え、何、どうなったん。フレーミングアロー、違う、ちょ待って、やばいやばい。おっ、えたたたた、おっ、嘘嘘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 、フレーミングアローとかいいから、あれが欲しい俺。ナイスキル、とかじゃない、普通の、何これ、アイストーチだって。違う違う違う、そういう問題じゃねえんだよ。違う、こっちか、どこまで行けばいいのか。違う違う違う、普通の矢が欲しいんだよ俺は。ウッテンボウ、ボウ、もういい、これでいい。なんで、あー、もうわけわかんねえ。
朝になんないのこのゲーム。やばいんだってこれ。お前 HP 減ってんじゃん、大丈夫か。俺の方がいい。こいつこの目玉こいつ。ダメ。なんでお前仕事しねえし。よし倒した。ちょ待て。なんでまた目玉来てんだよ。うわ。ぜ。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。おい。リスキルか。リスキルか。やめろ。ちょっと待て。このゲーム朝はいつ来るんだよ。あ、やべ。なんか3人ぐらいいる。やべ。HP が2しかない。おい弓のやつ。朝はいつなんだよ。うわバッキア。俺もよし来た。違うこれ敵だ。さあ来い、来いっと。うわ嘘だろおい。やめてくれ。ちょっと待ってよ。おいもうちょっと狙えよ。ちゃんともうちょっとちゃんと狙え。ナイス。つか朝って来ないのこのゲーム。うわー俺レベル上がんねえのかよ。頑張れ。やべ朝が来ない。よし。どれだこれ。えどうやって作った。どっちが強い。8、5。よし18%サイズってなんだよ。えどっちが強いのこれ。俺の金は？俺の墓また。俺なんかいろんなとこにありすぎだろ。あ、ダメだこの剣危ない。一個ずつずらそうぜ。ウッドソード。マッシグチョッパーショートソード。どうすればいいんだこのゲーム。ちょっと待って。ウッテンソード。ヘルメット。違う、ドアは？ドア。ドアってどこにつけるんだ？はい？おい、投げちゃったよ。敵じゃなかったごめんね。お前切り裂いてやる。わーお強いじゃん。ちょ待って、ドアは設置できねえ。わかる。なんで設置できねえの。投げちゃったし。悪いのか。テーブル置こうか。テーブル。なんで投げちゃったよ。またなんでテーブル置けないの。置けたし。いいじゃん、ドアも置けんじゃねえのこの調子で。なんか
平坦の場所じゃないと置けないとか。ん？投げちゃった。ウッドワークベンチ。ウッドドア。ウッデンチェア。ワークベンチ。ウッドチェア。このゲーム難しいぞ。4% レンジドダメージ。4% クリティカルチャンス。アベレージスピード。ノーノックバック。6ラインジダメージ、クリティカル、アベレージスピード。これでいいじゃん、これで。これ作ろうよ。作った。よし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 。キノコとかいらんから。3番。ふぅ！わお！めっちゃ強いじゃん。なんだ俺これ先に作っとけ。あ、待って。やっべ、弾が減ってってる。14発しかないと。どうやって弾作るんだよ。わーお、これいい。で、どうやって作るの弾。あと8発しかないんだけど、売ってやろう。クラフティング、クラフティング、ウッデンアロー、ウッデンアローなくね。何これ。フィッシングポール、釣り竿。お腹の隙とかあんのかな。え、マジでゼロディフェンス、それはまずい。ちょマジ矢の作り方がわからん。あ、なんかスクロールできた、これ。え？マジで？おっ！いや、敵。敵。ちょっと待って。もったいねえこと。おっ！おっ！よし。ちょっと待って、矢を使い切りじゃねえ。嫌の作り方教えてよ。ウッド、嫌の使い方教えて。 I am here to give you advice on what to next. It is recommended that you talk with me anytime you get stuck. 今スタックだよ。You can use the housing interface to assign and view housing, open your inventory and click the house icon. House icon. これか。来たー。え？ん？ん？ This is not valid housing. なるほど。ハウスアイコン、カッパーコイン、シルバーコイン、ウッドアロー、ベリーウィークノックバックアモ、マテリアル。なんかさっきハウスの条件みたいなこと言ってたよね。ドアがつかないんだよね。投げちゃったし。壁つけてみるか、もう全部この際。あ、いたたたた、これ敵つかさ、壁つけたところでこいつら無視して入ってくるし、わかんねえな。クラフトしてみよう。おれよーし、きたこれ全部埋めてみようよ、一回。
だけあればもう十分だろう。もう凝った、全部置く。これで俺の家できただろ。これドアつかねえと俺も許さんわ。よし、ちょっとお前入ってきなし、入ってきなし。え、2番、あ、どこ行っちゃった。ドアつける、つかねえ。ダメだこりゃ、ダメだこりゃ、終わんない。説明を後で見てみましょう。もうちょっとこれ、このゲームは難しいです。これちょっと調べないと分かんないゲームなのかな、もしかして。悔しいね、悔しいな。それはなんか、なんかないの。つかまず、ここに家を作るのは間違ってる気がするな。木がないね、多分ね。5番、よし、5番。というわけで今回ここら辺で終わりたいと思います。ちょっとどういうゲームかわかんないです。でこのゲームに関してなんですけど、どうやってプレイしてこうかなってちょっと迷っております。というのもね、あの動画としてプレイしていくべきなのか、もしくはライブとしてやっていくべきなのかちょっと迷ってるんで、もしよろしければコメントか、あ、アンケート取ります。このこれでね、なんで、あ、キャンプファイヤー、ライフリジェンインクリースドウェンニアキャンプファイヤー。お、いいじゃん、キャンプファイヤー作ろう。 OK ね、 OK ない、おー、いいじゃん、いいじゃん。で、そう、この動画でアンケート取っていきたいと思いますので、よろしかったら答えてくれたらありがたいです。で、多分アンケート答えてくれたら、あの、投票の割合も見れると思いますので、よかったら答えてってください。右上かな？Iボタンが確か出ると思うので、よろしかったらお願いします。で、この動画は動画じゃない、このゲームをプレイしていきたいと思いますので、あ、なんだこれ。クローズ、ん？何今、チートモードかなんか、そんなことじゃないわ。そう、プレイしていきたいと思いますので、よろしかったらチャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。で、まあ、そうだね、このゲームちょっと難しそうなんで、そう、想像以上に意外とつきにくいゲームだったな。ドアがつかないし。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。なんだこれ、アップ M で戻ったね。よし、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったら次の動画っていうか、まあ他の動画見ててくれたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。セシカでした。